おおすごい、地球がデッドプールだ。ついにコラボが来たんだな。正直原作は見たことありませんが、どうやらザヨットが色々と変わったみたいなので、早速行ってみましょう。おお、すごいデッドプール仕様になってる。中央に大きなバルーン、ヘリポートも変わってるな。赤いライトも今までなかったよね。てか待って、めちゃくちゃ人来てるじゃん。そりゃあコラボ始まったばっかだもんな。うわ。降りたかったとこ取られちゃった。しょうがない、船のお尻の方に降りるわよ。青タクショー来てる、いいじゃん。最初の武器としては相当強いぜ。てかパラソルもデッドプールになってる。本当にデッドプールだらけね。うわ、いきなりめちゃくちゃ銃声聞こえるよ。とりあえずここから船内に入ろう。どこだっけここ、金庫のとこかな。とりあえず向こうに。で建材一つも集めてなかったわ。おい、早く物資を揃えないと。そこに宝箱あるみたい、よかった。よし、デカポも出たよ。これである程度は戦える。いやー、それにしてもマジで敵多そうだな。バスから結構遠かったのにね。近くで足音が聞こえるぞ。もしかしたらさっきの場所から誰か入ってくるかも。 SMG を構えておくわよ。はい、こんにちはー。敵さんもこんなところで鉢合わせて、びっくりしただろうな。ちょっと悪いけど、許してね。おーすごい、なんかダンスフロアみたいになってる。すげー壊されちゃってるけどな。やっぱり、ヨットがデッドプールに乗っ取られたってことなのかもな。じゃあどこかにデッドプールがいるかもしれないね。とりあえず二つ目のデカポで宝飲んどくわよ。ってやばい、さっきダウンさせてたヘンチマンに触っちゃった。せっかく変装してたのにな、後でもう一度着替えないと。でも近くに電話ボックスあるから問題ないわ。はい、オッケー。さてどうしようか、とりあえず上の方探してみようかな。そうだな、下にはいないっぽかったし。あ、ちょうど敵が出てきた。ラッキー、気づくのが遅れたようね。で、なんだこれは、デッドプールのハンドキャノン。新しいミシックアイテムが追加されたのか。二丁拳銃みたいな感じか。ゲットできてよかったな。さ、カードキーもゲットできたし金庫開けに行こうぜ。ごめん、ここはちょっとチキっていいですか。体力とシールドも十分に回復できないし、この新武器は何としても使ってみたい。でもまだ性能とか使い方とか全然わかんないから、敵が密集してるここで使ってもすぐやられちゃいそうなんだよね。なのですいません、泳いで逃げさせていただきます。この場所、本来なら金庫からの脱出口になってるけど、当然、まだ漁られてません。なぜなら、金庫の扉は開いていないから、そして金庫のカードキーは、この私が持ってるのだからね。このトイレから突然敵が来る心配もないわけか。だから私は、ゆっくりと回復アイテムを探せるわ。カードキーは、この辺に捨てておきましょう。ふふ、今頃船では、血眼になってカードキーを探しているでしょうね。こんなところに捨ててあるとも知らずにね。いやーほんと、迷惑な話だぜ。さてと、この新武器を試せるお手頃な敵いないかなー。む。今のバーストは、ボットっぽい、それはちょうどよかった。でそっちか、逆かと思ったわ。一枚だけの階段。ボットで間違いなさそうだな。なんだろう、しかもバーストアサルト撃ってくる率高い気がするんだけど。とにかく、新武器を試すチャンス。おお、当たらなかったけど、すごい重厚感。これは強そう。おっと、建築してきたが。ハンドキャノンっていうくらいだし、上から撃っちゃうわよ。おお、なかなか強いじゃん。倒せないのかよ。え、嘘でしょ。20ダメージ？待って、二丁拳銃って一発40ダメージとかだったよね。これ正直弱くね。木の建築壊すのにも結構時間かかってたしな。ミシックだから二丁拳銃の上位互換だと思ってたのに。これ、音がでかいし装填数18だし、リロード時間かかるし、結構デメリットが多いと思うのよ。なのにダメージ低くて、建築破壊も弱いって。どうなってんの？1マガジン打ち切って16ダメージか。渋いな。いや、確かに私は下手くそだし、エイムもガバガバよ。そこを否定するつもりは毛頭ないんだけどさ。それにしても弱くないっすか？いやマジで、少なくともミシックではないでしょ。白アサルトの方がまだ使いやすいもん。エイムがここまでボロクソに言うのも珍しいな。いや結局タクショで倒してるし。無理だ。これ私には使いこなせないわ。まあこの試合は最後まで使うけどさ。さっきからボット倒すのに時間かかりまくってるぜ。
やっぱ距離減衰ありの21ダメージはおかしいって。だってあれだけ連射できるミニガンと一緒でしょ。あっちは距離減衰ないし。てか後ろにも敵いるわ。もういい、タクショも使わないとめんどくさい。やばい、タクショがめっちゃ強く感じる。おかしいな。ミシック武器と比べてんのに。ああ、もたもたしたせいで、デカ友のマナ来ちゃいけなくなっちゃったわ。もったいないもったいない。って待って、なんかシールド99まで回復してるんだけど。そうか、もしかしてあの武器、回復効果がついているのかもな。なるほど、それは面白いわね。道理でダメージが低めだったわけか。でも正直、回復効果いらないから、ダメージ大きい方が使いやすいと思うんだけど。まあこれらはあくまで霊夢の個人的な感想だ。もしかしたら強いっていう人もいるかもしれないから、よかったらみんなの意見も教えてくれなんだぜ。さ、残り7人まで来ました。正直自信ないので消極的です。あ、今こっち撃ってきたね。まああんな無謀な撃ち方するのは多分ボットだと思う。ここはデッドプールのハンドキャノンで倒しに行くわよ。多少ダメージ食らっても、回復できるしね。でもやっぱ1マガジンで倒せないか。てか他の敵も狙ってるみたい。なんかキルは取れたけど、もう一人に要警戒ね。あ、いたぞ霊夢。今のうちにどれだけ削れるか。てわー、相手ドラムガンじゃん。やばいやばい。一気に体力50に。お魚一匹持っててよかった。どうしよう、シールドもつけたいけど。とりあえず建築よ。だが相手もすでに建築してきてる。上取れるか。ちょっと厳しそう。せめて相手の上を建築で塞いどこう。そしてどこかで回復の隙を伺うわよ。あ、これ下に行った方がいいかも。ここなら相手さん、すぐには来ないはずよ。一旦回復できる。それにしても、持ってる武器二つだけか。インベントリに空きができちゃうし、ちょっともったいないよね。どこかで敵を倒して、アイテムを漁りたいところだが。とりあえずストームが動き出してるのはまずいわね。よし、ここにジャンパを設置して一気に飛ぼう。上の建築一枚壊せば、高く飛べるはずよ。あ、そこに敵いるね。他の上取って、有利な位置から攻撃しよう。他の敵の方撃ってたからチャンスかもな。いや待って、さっきの敵が追ってきてるわ。うわーやばいやばい。危ねえ、ヘッショでなんとか倒せた。ああ、でもドラムガンがストームに。まあいいじゃん、霊夢もミシック武器持ってるんだし。そうだけども、デカポの人のアイテムも取れそう。正面の敵に注意さえしていればね。で、デカポ拾ったつもりが拾えてないし。うわー今度はミニガンも効か。しっかりガードしないとすぐ削られちゃうな。とりあえずデカポの無時間あるかな。ロケラン飛んできてるけど、間に合うはず。よしギリギリセイヤの寝てないじゃねえか。ああ直前で指離しちゃったんだな。うわストームも来てるし。そうどうすればいいんだ。おっとなんか向こうの方行ってくれたぞ。これはラッキー。反撃もできるかも。残念当たってないな。くマジでうまく使えないわ。でも立ち回り的にはかなりいいぞ。なんか下で戦ってくれてるみたいだし。残り3人でもまだ銃声が止まない。これで1対1になった。正直この武器で勝てる気はしないんだけど、先手を取ればなんとかなるかも。相手は多分この下、鉄の建築で階段を作って、高いところから撃ち下ろすわよ。さあ、デッドプールのハンドキャノンでビクロイ取れるのか。よしこい、奇襲をかけてやる。40ダメージ入ったな。一応私のちょっとだけ足りなかった体力も全回復したわ。ロケランで建築壊されたけど、こっちの方が有利だと思う。さ、一気に上取るわよ。相手はどうだ、建築してきてるか。よし上取った、と思ったらやべえ。うわ、そんなに食らうのか。一気にピンチじゃねえか。どうしよう。そこに包帯あったけど、ロケランが怖すぎる。もうこうなったらカウンター狙いよ。相手がロケランで壊してきた直後に、一気に飛び出して反撃する。とやー。やった、ビクロイ。まあ最後はタクショだったけどな。最初に拾った武器が最後まで活躍したな。てかこれすごい、なんか武器が全部金なんだけど、さっきの人のスキンがマイダスだったからかな。ゴージャスだな。ということで、デッドプール新武器使ってみたかい、いかがだったかな。実際もっと早く連射できたっぽいし、うまく使えなかったが、一応ビクロイ取れたのは良かったな。チャンネル登録や高評価、クリエイターサポートはグサをゆっくりまで、もしよければお願いします。それじゃあ、私たちはこの辺で失礼するぜ。また別の動画で会おうな。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから。
どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。